はい、パーティーゲームとラット13さんとでお送りするポータル2の続きでございます。イエーイイエーイいた頭ぶつけたはい、まあ、引き続きですね、中級のコースになるのかな、を進めていこうかなと思っております。あ、しまった、Rボタンに火があるの忘れてた。まあいいやそのまま行きましょう。はい、まあ引き続き、攻略を進めていきたいと思います。前回のパートからちょっとね、日をまたいでますので、まあ、少し思い出しながらね、やってる感じになるかと思いますけど、うん、なんだこりゃ。うわぁ、またこれめんどくさそうな何かがあるなぁ、これ。これですか。ああ、で、まあ、私はこうできるんだけど、って話ですよね。そうですね、これでこうすると、あ、間違えた。逆っすかね、もしかして。ああ、はいはい。じゃあちょっと入りますね。はい、これでこうすると、ん？あら。あ、今。多分タイミングですね。そうですね。あれ、赤色でいいのか。あ、じゃあ赤で。だから私が、どのタイミングだろうな。あ、赤でいいと思います、だから。うん。赤、そうですね、赤ですよね。はい。で、これで。とーって飛んで、あ、スイッチあります。ありましたね。はい、もう一回。なかなか。よいしょ。はい。あのね、方向感覚が。はい。よっしゃ、今度は大丈夫ですね。あ、そっか、押さえにいけるのか。あそこ着地できないんですね。そっかそっか。もう押さえにいけるのか。押すだけなんですね。X ボタンでしたね。はい。はい、よし、今度大丈夫。はい、今度こそ。はい、よいしょ。あ、もうじゃあ向き悪い。押した押した、 OK、 押した。そして、お、同時にかな。 同時に、わかりました。だから私が飛んで、でここに降りてくる前までに、今度ここにオレンジを打っていただく感じに、こっちにこういうことですか、なるんじゃないかなと。はい、そして向こうを押して、それも押さなきゃいけない、もということですね。これはどっちが難しいんでしょうかね。よし、ちょっと出ますよ。はい、オレンジですね。はい、はい、あ、向きが悪い。こうか、押した、で、入って、押した、 OK、 あ、 OK ですね。で、これ多分、あ、なんか弾がいっぱい落ちてきた。いっぱい落ちてきた。ジャグリングテスト、そんなのはいらない。これでいいですよね。あー、オッケー。はい。なるほど、なるほど。いいですね。よーしよしよし、こんな調子でね。はい。うん。幸先いいですね。いいですね。うん。これぐらいがいいですね、ちょうど。多分もう、パート1の時にすでにね、もうお話ししちゃってるので、ですけども、うん、一応ね、視聴者の皆さんには初級からお見せしますが、我々はなぜか上級からプレイしてしまうというね、大失態をしてしまってますので、はい、頑張って編集します。さて、あー、またジャンプ系ですね、これも。はい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 。だからここの、こういうことですよね。そうですね。これで飛んでいただくと、あー、で、上に来れた。で、自分がこっち行ったけど、あら、それだけですね。それだけですね。あと多分普通に、あ、俺も行っていいのか。じゃあ、あ、そかそか、もうくぐってしまえば、そうですよね、ゲート消えても関係ないですもんね。あ、ここはまあまず簡単。でも多分次がまだあるんだろうな。次ですね。はいはいはい。おや、おまたですね、これも同じようにやってみましょうかね。じゃあ、おいさん、ほいさ、じゃあ行ってみますか。はい、トーン、いて、あ、でも飛び越えましたね。ここに白いのと、あれ、あ、で、こうか、多分それで飛んでいただくと向こう側に行けますね。これで飛ぶと、お、あ、あ、はい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 、あー、そういうことか、はあ、はあははあ、で、え、
あ、で、さらにその勢いのまま、あ、ここか。ここと、あ、待って、じゃないな。だから、え、でもそうか。自分はジャンプ台がいて、乗れる？あ、あ、ここにあれですね。あ、ここの、はいはい。ところに、私が打ち込んだ方がいいですかね。そうですね、ここに水色ですね。そこに水色を打ち込む、どうやって降りなきゃいけないのかな、一回。あ、降りずに、そっち、あ、斜めのところでいいか、ここのところに。あ、そうかそうか、そこに、だから、水色打ち込んで、そうですね、そうすると自分が、あ、そうかそうか、ジャンプ台で、それも飛んでいきゃいいんですよね。ああ、そういうことか。という形ですね。なるほど、なるほど。で、私はどうやっていきたいです？あ、そうか。そうするとダメか。あれ？ダメなのか。え、いや、待ってください。これだからくぐって、あ、いいんだ、いいんだ。もうくぐってしまえばジャンプ台使えるんだから、これでいいと思います。こういうことですね。はい。そうですね。ああ、オッケーオッケー。いいね、よかったよかった。よし。よし。オッケー。あ、まだ続く？まだ続くな。まだ続く、ジャンプ台エリア。同じですね。おー、広い。同じような感じですね。ちょっとここも、この的のようなマークに、従って、飛んでみます？飛んでみますか。トーンって言って、ボタンを押しました。あ、開きました。開きましたけども、中には打ち込めないんですよね、バリアがあるんで。あれですね、あのキューブをここに持ってくるわけですね。あのキューブを持ってくるためには、でもこの台が多分なんか動くんでしょうね、下に落ちるように。あ、それかジャンプ台があるからここに、これでいいのか。そうですね、はいはいはい。じゃあこれでこっち戻ってみよーん。あ落ちちゃった。あ、まあまあ落ちても、まあ別に、あ、うん、なんか今触ったことによって、そうですね、台が触ったら、で、おそらくなんですけど、そら、まあ、そっか、ブロックだけ飛ばしても消えるんか。そうですね、ダメだな。ちょっと待ってくださいよ。ということはこっち、でも普通にこっち側ですよね。こっち側に飛んだらいいとなると、それとも普通に手渡しできますかね。ああ、だから私が飛んでしまってってことですかね。はい、私が飛んでしまってからの、はい、ここで私がいただく、はい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 、できますね。で、これで押しっぱなしになりましたと。で、あ、ここか、これですよね。これをどうするかですよね。あとは普通にジャンプ台で、はい、で、私のあれポータル消えちゃったんで、そうですね、それで飛んでもらったらいいのかな。普通に飛んで、飛んじゃってみるか。で、あ、ゴールが向こうか。あ、飛びましたね。で、まっすぐに向いてるのと、そうなるとこうなって、あ、で、私が降り、あ、いいか。あ、降り、あ、降りて飛んで。行き合いってことですよね。はっはっは。そういうことですね。はいはいはい。だからこうの、これですね。これで、ダーンのダーンの、おお、すごっ。で、もう、普通にここにゲート作れるんで、もう、あとは適当に、ね、はい、もうどこでもいいんですけども、はい、はい、くぐっていただいたら、こっちへ来てもらえると。やったー。またこのカメラ指定は新しいジェスチャーが、これかこれか、この野郎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 、感心してやがってこの野郎。よし、新しいジェスチャーも手に入れて、はい、あ、今新しいジェスチャーでした。違うのか、いや、後で見てみましょうか。ちょっとそうですね、ちょっとさすがにあれですね、長くなってきたと言いますか、ステージ構成がちょっと、そうですね、
でもちょっと複雑になってきました。なんかこう基本のとなる仕掛けがあって、それを応用してなんか進んでいってる感じがするので、まあなんかそうです、こう面白いは面白いというかね、分かりやすいのかなと思いますね。あ、間違えた。それはじゃんけんです。じゃんけん。前は前も言いましたけども、違う、これか。あ、そうですね、やっぱり新しいジェスチャー。違う、それじゃない。あ、これか、それですね。なんか踊り始めた。どうやって彼らこのジェスチャーを覚えたのだろうかですけども、わあ、またなんかパネル多いな。おお、下にも降りれる。ここのまあ怪しいところまず開けといて、キャンプ台はない。でここは、ここにブロックを入れる、こちらな、ブロックを入れると上のゲートが開いて、まあおそらくゴールできる。でゴールに行くためには多分ここなんですよね。そうですね、うん、ジャンプして上に行ける。これもまたあれかな、ジャンプ台がそもそもない。 ありました。あったけどでも、あ、これですね。ああ、なるほど、それでそこに当たるわけですね。そうですね、そうなるとこれがこことそこ、こうこうですね。でそれから飛んでいくと、あ、そうですね、こことここですね。で、こういうことか。あ、でも待って、ブロック。そういうこと。そもそもブロックどこにあるんですかね。あ、ほんとだ。ブロックを探さないといけないんですよ、ね。あ、でも ブロックのはこれですね。どっかにスイッチがあるんですか。そこに本来ね、これに紐づけるなんか仕掛けがどっかに見えてたりするものなんですけども、それが今回見当たらない。あ、スイッチありましたね。あ、あります？これです、ね。あ、はい、じゃあやっぱり行けばいいんですね、一回。そうですね、行けば。よっしゃ。じゃあちょっとさっきの通りに行きましょうか、はい、こうですね、はい、じゃあやっていただくと、ジャンプで飛んで飛んで飛んで、おー、よしですね。そしてこれでさらにスイッチを押すと、またそこからキューブが落ちてきて、でしかも飛んできて、これでキャッチしていただいたらいいのかな。 はい、でいただくと、はい、いうことですね。なるほど、なるほど。あれ、開いたはいいけども。私が飛べねえな、これだと。まあ、じゃあ、あとはこれ、自分がこっちに色を変えて。で、俺がこっちにしたいですね。そうですね。はいはい、OK です、OK です。あ、違う。まずこれ、やんなきゃいけないのか。台の上に乗ってからですね。よいしょ。ものすごく正確に狙わなくても、一応ね、それっぽいところにポータルを開いてくれるので。ああ、気持ちいい。これ、でも酔う人は酔うんだろうな、きっと。ね、重力がガンガン変わりますからね。これも多分向こう側ですね。ちょっと一回飛んでみますか。はいはいはい、そういうことですね。で、こっちに飛んでいくと。あ、で、ここにマークがありますね。マークがあるので、ここに多分穴開けて、また何かしら。あれ？ダメじゃん。そこにはできない。あ、単に来るためだけですか。ですね。で、ここボタンがあるんで、ここを押すと、あそこからキューブが出ます。はあはあ、で、そのキューブをここに入れなきゃいけないと。そうですね、ここから。ちょっと待って、だから一回戻りますね。はーい。どっから行け。どっからでしたっけ。これを押すと、あそこのやつが、あそこから出る。ピョコンって飛ばされて。なんかでも、足りてなさそうなんですけど、大丈夫なんですかね。多分要するにここに開けて、こういうことですよね。となると、もしかしてこういって、あ、これでキャッチする感じですか、もしかして。あ、でこれで俺がボタンを押している話ですかね。そうですね、ずっと回ってる。ちょっと待ってくださいよ、タイミングがあれだな。
ぴょーん。ここら辺かな。全然あれだな。ん、どこでキャッチしてもらえばいいんだろう。どこでキャッチですか。ポータルくぐった瞬間にボールが目の前にあったらいい感じですかね。多分。そうですね。じゃあここか。違うな、全然。全く違うな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。エクセントじゃねえよ。こんぐらいかな。意外と。オッケーオッケー。おー、いいね、ナイスです。ああ、また飛んじった。おお。あぶなべ。それで、こっち行けば。よし。完全にアクションゲームだな、これ。おー、ナイスです。あ、最後のテスト完了しましたが、あ、え、あ、いいか。またドカーンってなるの。あ、そんなことなかった。まだまだ1個あるか。あ、ごめんなさい、まだもう2個あり、もう2個ありました。ちょっと早がってんでしたね。失礼しました。時間はまだ大丈夫なんで続けていきましょう。これは、うん、あー、これは、はいはい、まあこうとこんな感じのことでしょうね、おそらく。そういうことですね。でこれを同時に乗ろうじゃないかというお話だと思います。でカウントダウンを使ってみなさいってことですね。カウントダウンやってみましょうか。そういうことですね。よいしょ。ごめんなさい、ミスり、普通にミスりました。あれ、おかしいな。ちゃんと飛べるところに俺モーター作ったよな。お、作ってる作ってる。なんで飛ばなかったのさっき。ずれた。あ、間違えた。じゃあ、はい。ワン。ほい。ゴー。オッケーですかね。行きました、ね。はい、しゃしゃしゃ。まあ、今回我々ボイスチャットやってますからね、声で全然合わせてもいいんですけど、あの、要するにボイスチャット、そう、ボイスチャットなくてもこういうふうに攻略できますよということですね。はい。で、これは、あ、こういうことですね、おそらく。と、お、あ、え、これ、こ、置いちゃっていいの？壊されそうですね、なんかでも。そうで、出て。ほら、なんかあんまり今までにない仕掛けだな、これ。あ、壊されはしないけど、おお。でもこれだと高さが、なんなら今までで一番殺意のある。だからレーザーを要はここをポータルに通して、ここを要は、そうですね、ですよね。あ、なんかあそこにジャンプ台ありますね。どうやっていくの。え？あの辺で負けりゃいいのかな。そういうわけでもない。はい、じゃあ、はい。なくなった。潰されちゃいました。着いたー。ん？そこでジャンプしてもらわなきゃいけんとかなのかな、不単純に。これで今機能してますよね。あ、なんか上に上がってるな。上がってる上がってる。ちょっと一回戻ってもらって、多分潰されるんで、はい、そのままだと。で、私がだけここに乗っといて、多分この上に例えばその仕掛けを止めるボタンがあるとかなのかもしれないですね。よし、はい、よしよし。あ、機能来てない。あ、来ました来ました。で、なんもねえ。なんもねえぞ。あや、なんでだろう。ああ、あ、わかったわかった。要は高さができたんだから、それでジャンプしてしまえばいいんか。ああ、ジャンプして、あのジャンプ台にぶつかって向こうまで飛んでですかね。要はこういうことか。あ、今日俺が作っちゃダメだ。まあいいか。
あ、待ってくださいよ。あ、でも先にポータル作らないといけない。あ、そっか、自分が作るんだけど。そうそう、ごめんなさい。自分のポータルをこっちに、あの、ジャンプ代用に使っちゃったんで。そっか、こうで。だから、死にそうだな。間に合わない。にゃー間に合わない。なんと悪質な。ちょっと難しいよ、難しいな、でも。はい、あ、ま、あ、いや、動いてない。あ、行きました。あ、これじゃ。で、この高さでジャンプ。よいしょ、で、あ、スイッチが押したんで、あれが作動、この、潰されないで、こっちまで移動できるって方になったわけ。俺、まずそもそも俺どうなったんです。あ、このボタンを押したってことか。あ、そういうことか。そうです、ジャンプ台使って、あそこの。そういうことか。はいはいはい。その、あの、俺、あまりにも一瞬の出来事すぎて、俺が理解してなかった、それは。で、これは、こうすると、開いて、でもすぐ閉じるということですよね。ということは、そのブロック挟めないですかね、開いてる最中。挟めるか。開けますね。あ、ダメだ。あ、ダメですね。不思議なゲームの力が当たられてしまった。ということは、でもスイッチを押してそのままよちよち歩いていったら、ここからポータル開けれるのかな。間に合わないです。どっか開けれるとこは、あ、でもないな、一切。俺ここにおったら多分ぐしゃだろうね。まあそうだよな。あ、じゃあこのブロック飛ばしちゃえばいいんじゃないです。ああ、そうですね。そもそも、そうすりゃいいのか。問題はそれでも間に合うかどうかなんですけど。ああ、ダメだ。絶妙。となると、これあれですか？ああ、はいはいはい、そういうことですね。落としたりすれば、ちょっと時間は稼げるのかな。あ、うまく、はい、うまく落ちておりませんでした。多分ね、この辺、あ、待ってよ、この辺かな。ちょっとこれでやってみます、私が。多分これでいけるんじゃないかな。せーの、うっ、痛くそう。あ、難しい。まっすぐ落とす。まっすぐ落とす。難しいなぁ。いや、下手くそだな。はい。これなどだ。ダメ？いかない。あ、いってない。この辺か。お。あら、いかない。そういうゲームなのかな。そういうゲームじゃないと思うんだけどなぁ。あ、いいんじゃない？お、いった。くぐれ。よっしゃぁ。オッケー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 。おぉ、ちょっとでこずった。あの、細かな物理演算までは我々どうすることもできませんので、こればかりは。こればっかりは調節してやるしかないですね。そうですね。うん、まあね、あの、以前もお話しましたけど、結構古いゲームですんで、なんだかんだで。そうですね、結構もう経っちゃってますからね。確かに今と比べると、この物理演算のこう精密さみたいな部分に関しては、ちょっとね、あれかもしれません。うん、まあ、それでも当時はね、まあ、驚きでしたけども。そうですね、仕掛けも含めて。まあ、物理演算使ったゲームなんていっぱい出ましたけど、やっぱり今と比べ、昔と比べるとだいぶね、進化したのかなと思いますけどね。うん、さあ、最終ステージだけど様子がおかしいですね。これ開けますよね。あ、開けられないのか。開けられない。じゃあどっかにまたブロックが出てくる。ここにスイッチがあります。そして中でブロックが転がっていると。多分またここから飛んで、あのスイッチを押せるんじゃないかと思うんですけども、これ下なんかあるのかな。下行けます。ちょっと降りてみますね。長いな、ほんで。あるにはある。これは、あ、上からジャンプしたら大ジャンプにつながりそうですね。
そうですね、大ジャンプして、これで俺ちょっと置いてみましょうか。ほいさ、はい、はい、ミスった。はい、やり直し。切り直し、ひょいーん、はい、落ちた。で押したけど、あ、なんか矢印が上になったから、そうですね、上に飛んで、ああ、だから今度はこっち側ですね。今度はこういうことか。だからもう多分落ちた瞬間に、そうですね、今度ラッツサーティンさんが飛んでいただいたらよろしいかと思います。ああ、またスイッチを押さなきゃいけなくなってるのか。そうですね、もう今一定期間で切れちゃいましたので、だから1回だけなのか。今それラッツサーティンさんが作ったんで、私がこっちのポータルを作って、はい、今落ちたか。あ、ちょっと多分タイミングが、はい、タイミングが大事ですね、これ多分。そうっすね。じゃあ、押して入るぐらいがいいのかなぁ。じゃあ、いいですよ。自分行っちゃおう。はい。はい、これぐらいだ。どうだ。全然違った。ぴょーん。全く違った。そしてここはどこだ。これは戻らなきゃいけんか、一回。よいしょ。全然早かったということは、もう、あ、間違えた。もうちょっと待ってからでしょうか。あ、押されてないですね。うん、押されてなかったです。あ、押された？あ、押されたわ。押された？あ、押されてた。あ、今の音を参考にしたらいいのかな。そうですね、なんか、カウントダウンというか、あ、ああ、そういうことか。そうですね。カウントダウンしてますね、音が。そう言われてもな。あ、待ってよ。取れる。よっしゃ。あ、取れた。おお。おお。で？あれ？キャッチしたことに喜んでたけども。じゃあ、どうすんのって話ですね。ああ、こっちありますね。あ、そうかそうか。いいだから、まあ、私はそっちに持って帰ればいいですね。そうですね、一回持って帰りますね。じゃあ、これの、結局これをそこに、あそこにありますね。で、当たってる？あ、なんか当たってますね。あ、多分ね、背景の、あ、なんか、あれが止まった。あ、これ置いたらいいのか。あ、置いたらダメだ。多分あれが止まって通れるようになりました的なことなんじゃないのか。そうです。で、その向こう側にポータルが打ち込めたりするっすかね。これで、あ、いけました。通れた。俺はポータルとかはなさそうですね。先に進めないですか。あ、進めそう。そこにもし私が移動できるようだったら、それでいいですよね。開けれますね。あ、両方開けちゃったら。開けれるけども。あ、そうですね。あ、そっか。あ、そっか。くぐっちゃったら消えちゃうから。え？これと足りないんですよね。いや、パートナー来て、来てますよ、ずっと。なんかあるだろうなぁ。でも、ここ、あ、あ、分かった分かった。ちょっと待ってください。分かった。こうで、こうじゃないかな。あ、あ、開かねえのかよ、ここ。いや、ちょっと高さを出して、打ち込めるのかと思ったけど、そういうことじゃないのか。あ、それでこっちにレーザー、そこの、青いやつにレーザー入れていただいて。うん。あ、間違えた。これで、そうですね。それで、多分それでいけますね。はい、これですね。あ、完全に止まった。あ、完全に止まった。あ、完全に止まりましたね。あー、これでいいんだ、じゃあ。こっちに、はい、こっちにもスイッチが、レーザーのスイッチがあったんで。あ、そういうことですね。ははは。はい。了解です。よっしゃーって、これ、やっぱり、あ、だプロペラには当たりました。了解。これで、あ、これで同時にこれやるやつじゃないですか。ああ、了解です。じゃあ、せっかくだからカウントダウン使いますか。あ、ちゃう。こうか。はい。
はい。はい。はい。あー、OK ですね。あ、おー、なんだこれ、暗。暗い。目が回る、お。お、あ、またディスク。あー、またぶっ壊されるのか。あ、ディスクがそこにありますね。ディスクありました。入れてください。これを入れると、何が起こる？設計図か。これはやっぱり。設計図みたいな。にゃあ！やっぱり。今回破壊するとすら言わんかったな、こいつ。でもこれでおそらく中級コースは OK ということになりますね。そうですね、これで。はい。おあ、ま、その前になんか新しいやつ。はい。だけど今のが2番。あ、あれか。え、もしかして。これか。そうですね。あれです。ジャンプ台が出てますね。さっき。ああ、ほんとだ。ということはこっからあれですか、もしかして。ああ、こういうことですか、こうですかね。これですか、あ、あ、失礼しました。ああ、ごめんなさい。お互いが作っちゃった。そうですね。これで。それでジャンプ台で。はい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 、行きます、行きました。え、これが上級なのかな、そういうことですかね。え、じゃああれですか、一番最初にやったの超上級でいいですかね。そういうことですね。何やってんだってね。1、2、3。そっかー。僕ちょっとね、時間的にはちょうどいいんで、終了して、はい、次のパートから上級コースを、ハードか、ハードモードをプレイしていくという形になっていきますんでね。はい。まあ、皆さんからしたらちゃんと順番通り見えてると思いますので、まあ徐々に難しくなっていくと思います。まあ皆さんと一緒にね、考えながら、楽しんでいただけたらと思いますんでね。はい。じゃあ引き続き頑張っていきましょう。ということで、このパートはここで終了いたします。ポータル2のプレイ動画、次のパートもどうぞお楽しみに。